はい、どうも、ティーチャーです。今回ですけど、今回は、今日はね、何やらね、運営からメールが届いてるんで、うん。こちらね、メールにね、こちらもうね、書いてありますけどね、はい。誕生日おめでとうって書いてるんですけど、はい。今日ね、僕、これ、上に書いてありますけど、4月5日。ペンパン、ちょっと P さんから来たね。P さんから来たけど、ちょっと申し訳ないんだけど、うん。4月5日ということでね、うん。今日ね、誕生日ということでね、運営様から、こちらね、もらいました。ありがとうございます。うん。スクショもしっかりして。誕生日おめでとうございます。これからの1年を、あなたにとって、さらに素晴らしい年でありますように、荒野行動より愛を込めてということでね、いただきました。ありがとうございます。なんか4つぐらいあるけどね、いただきましょう。ありがとうございます。そうなんですよね。今日誕生日ということでね、はい。ちょっと動画出せてる日はいつかわかんないんですけど、うん。まあ、運営様からもね、ありがたいことにお気持ち程度いただきましたということで、はい。ありがとうございます。うん。バラとかもね、たくさんありがとうございます。バラもたくさんいただきました。バラもありがとうございます。ということで、まあ、せっかくなら、まあね、いただいたあれもありますし、まあ、久々に栄光物資ね、ちょっと引いていこうかなと思います。うん。なんだかんだ無料で貯めてね、63個あるんで、はい。なんで、何連できるかな ?70 連ぴったりできるね。うん、無料で。うん。なんで、まあ今日はね、誕生日ということでね、うん。誕生日と言ったら、まあいいもん出るでしょうということで、うん。知らないけど、うん。まあ狙いとしてはね、やっぱね、ジェスコ、うん。僕二人乗りはね、呪術廻戦のやつしか持ってないんで、はい。やっぱジェスコが欲しいかな。まあ、どっちでもいいけど、こっちとこっち。やっぱジェスコの方がなんか性能強いような気がするんで、はい。まあ、今日ジェスコ狙ってね、はい。誕生日にガチャを引いていきたいと思います。ということでね、やっていきましょう。それでは10連目から、レッツゴー!確か俺前回の天井で、クソいらんやつ出たんだよな、確か。うん。今回2回目の天井なんだけど、多分。うん、これでね。いや、頼むよね、本当に。ジェスコ欲しいのよ。うん。上さん分かってるよね?誕生日だからね、一応。うん。分かるよね?取れ高とかあるからね、一応。分かってるよね?うん。運営に圧をかけていくんですけどね。はい、行きましょう。頼むぜ、本当に。あー、渋いな。いや、結構ね、まあ、このガチャ渋いですよね。出ないよね。うん。まあ、行きましょう。さあ、来い。渋いね。渋いねって感じで。あと30連です。行きましょう。来い。さあ、来い。ゴミ。だいぶゴミだね、ほんと。さあ、ラスト20連参りましょう。来い。頼むぜ。待って、金も来ないよ。嘘でしょ。嘘でしょ。ラスト10連だよ、ほんと。頼むぜ、来い。待ってる、嘘だろ、嘘。おい、誕生日だぜ、おい。あれ、交換するか、ちょっと今ちょうど春休み限定で来てるんで、これ20個交換しちゃおうか、じゃあ。20個と言わず、18で、20連分で、交換しましょう、じゃあ。くそ。よし、ということで、20連またできるんでね。まさか誕生日に金なしなんつ、そんな縁起のないことはね、してこないと思うけど、うん。行きましょう。来い。嘘でしょ?本当に言ってんの?いや、もうラストだからね。なんだかんだもう天井しそうだけどね。まあ、とりあえず今日はラスト10連ということで、行きましょう。ラスト10連、来い!こりゃ今年は、スタート悪いな。はい。嘘だろ、俺。何連したよ。80連ぐらいしたよね。うん。まあ、出なかったですね。はい。あ、残り40連で天井なんで、これは後日ね、動画にしようと思います。はい。いや、マジか。電動30枚あるから、やけくそで回すか。やけくそで回すか。まあ、無料だからいいんだけどさ。さすがにひどくない?うん。誕生日だぞ、こっちは。30連だけしとこうか、じゃあ、はい。え、待って、今年はなんか、ガチャはするなっていう、あれか忠告かこれもしかして。嫌な予感するね。いや、あ、本当にやばいですね。あー、ピースはありがたいですね。今
今年はやめとけってやつですね。はい。わかりました。はい。やめときます。って思ったけど、ビッグショップとチップショップで、電動チケット買えるんで、最後の悪あがきをします。そう。ちょうど10枚あるからね、悪あがきします。じゃあ。ラスト来いや！あ、ダメですね、本当に。本当に今年は、ガチャ引くのってことだね。はい、ということでね、運営様からもね、こちら誕生日設定していればね、多分みんな来ると思うんで、はい。ぜひね、やってみてください。うん。まあ僕はちょっと今年は多分幸先悪そうな気がするんで、はい。この1年、誕生日を迎えて、なんかガチャ運が今年は良くないかもしれないな。まあ、てな感じなんですけどね。まあね、ありがたいことにリップとかもね、たくさんいただいて、ツイッターの方でね、うん。おめでとうリップとかをたくさんいただいてね、本当にありがとうございますということで、うん。なんかね、もっと頑張ろうと思いました。はい。うん。ということでね、誕生日を迎えたティーチャーさんもね、まだまだ頑張っていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。よし、ということでね、後半、多分キルシュー入れておくんでね、はい、ぜひご覧になってください。Like this.